相鉄2万1000系による、相鉄東急新横浜線開業記念号の運行が始まりました。相模鉄道は、今日18日、2万1000系2万1102編成による、相鉄東急新横浜線開業記念号の運行を開始しました。相鉄2万1000系は、8両編成で開発され、2021年9月にデビューした車両です。今日18日には、相鉄東急新横浜線が開業したことにより、東急線、三田線、南北線、埼玉高速鉄道線への乗り入れを開始しました。これを記念して、2万1102編成による開業記念ヘッドマーク形式特別列車、相鉄東急新横浜線開業記念号の運行が始まりました。車両前面には、ヘッドマークのほか、ソーニャン、ノルルンもデザインされています。側面には、開業 PR ロゴがラッピングされました。主に、相鉄東急新横浜線を経由して、東急目黒線方面へ直通する列車として、5月31日まで運転される予定です。また、東急東横線方面に直通する2万系による相鉄東急新横浜線開業記念号も運行予定だということです。これで3月18日の KAB ニュースを終わります。